パフュームさんと仲良くなった時は自分で、うん、あの連絡先を書いて、一人も友達ができなくて、うん、ちょっとこのままの自分でいたら嫌だな、やばいなと思って、うん、よし、ちょっとさ、うん、溜まってんのよ入れてよ。いい？うん。うわ、でかっ。おしゃれよね。これはいいね。洗濯したくなるね。したくなるっていうか、してほしいちょっとアトラクションみたいだね。そうそう。はい、回った回った。いいね。じゃあこの洗濯しながら、はい、乾燥しながら、うん、皆さんからいただいた質問、そう、ね、お願いに答えていきたいと思います。はい、前ね、質問答えるやつ一回やった時に、うんうん、まあサクサク答えないからそうね、うん、答えられたものが少なかったよね、うんうん、今回はもう本当にまたたくさんいただきまして、 ありがたい、あのサクサク、あ、なるほど、答えていくっていうのをね、そうですね、たくさんなるべくたくさんの方の、そうだね、はい、一つ目いきたいと思います。はい、最近食べたものの中で、うん、飛ぶほど美味しかったものはありますか？最近食べたもの、はい、うなぎ。あ、うなぎ、うん、いいね。一人で、うん、まあ、お仕事の合間、うん、ちょうどね、あのお昼時で、うん、お昼ご飯食べたいなと思って、うん、なんかもうその日はスタミナをつけなかったの、うんうん、赤坂で、うん、うなぎ屋さんがパッと目に入って、うん、まあ、中の様子は見えないんだけど、うん、もう今日はもう絶対うなぎじゃもう食べようと思って、うん、入ったら、うん、まあ、大人の面々がいて、うん、でカウンターに座って頼んだんですけど、うん、もうそこから頼んでからさばくタイプの、まあ、いいお店だったので、うん、3、40分待って、うん、お腹が好きに空いて、念願のうなぎの一口目、うん、飛ぶぞもう質問通りじゃんはい、長州さんいいこと言いますよね、飛ぶぞって、飛ぶぞ、すごいフレーズだよね確かにね、はるかさんは、私はね、はい、そうだな、うん、カツ丼かな。カツ丼、意外。食べる前に、うん、美術展、美術展見に行って、はいはい、木村涼子さんっていう日本画を描いてる画家さんがいて、うん、その方がイケメン画っていうのを描いてる、ほうほうほう、なんか日本画の技法なんだけど、うんうん、出てくるのが大体日本画って女性が描かれることが多いんだけど、うん、その男性、はいはい、特にちょっとこう女性から見たらかっこいいなとか、うんうんうん、ちょっと色気あるなっていう絵を描いてる作家がいて、うんうん、それが面白いなと思って見に行って、うん、そしたらもう裸の男たちの絵がすごいのよ裸なんだ、着物着てるとかじゃなくて裸なんだ。いろいろあるんだけど、うん、結構裸も多くて、うん、それ見ちゃったら、すごいその絵も良かったんだけど、うん、なんかすごい食欲湧いてきてなんか近くにがっつり食べれるとこないかなって探したら、うん、その地元で老舗のカツ丼屋さんがあるっていうのをネットで見つけて、うん、そこで食べたヒレカツ丼がまあ飛ぶぞ人と距離を縮めたり仲良くしたりするコツとかありますか？ああ、やっぱりね、はい、いや誰が言うとんねん待ちしないでもらっていいですか？はるかはその、まあ、タンポポの川村さんとかお友達と、うん、その仲良くなったこうきっかけっていうか、ああ、これで距離縮まったなっていうのはあるの？
川村さんとは結構話したいなと思ってたんだけど、もともとね、そうでも連絡先とか知らなくて、うん、ご飯行けなかったんだけど、うんうん、なんか偶然、うん、なんかフジテレビの玄関の前で、うん、たまたますれ違って、うん、でその時にあお久しぶりですみたいな会話して、うんうんうん、でその時に川村さんが連絡先聞いてくれて、うん、よかったら今度ご飯行きませんかって言ってくれたんだよね。あ、じゃあ川村さんもその一緒に行きたいと思ってくれてたんだ、うん、そうかもしれない、うん、だから聞いてもらえたら一番ラッキーだけどね。そうね、なんか私も、うん、あの人と仲良くなりたい、この方と仲良くなりたいと思ったらもう自分から積極的に連絡先を聞くっていう、うん、もうそれしないとさ、うんうん、何も始まらないじゃない、うんうん、それさどうやって聞くの、その自分の、うん、そう連絡先を紙に書いて振る渡す、一番最初そうしてたよ。あ、一番最初っていうか、あの、うん、Perfume さんと仲良くなった時は自分で、うん、あの連絡先を書いて、その渡した。でも紙を渡したのは Perfume さんだけじゃないかな。あ、そうあとはもう省略。そっからはその直接携帯で、あの交換しましょうっていう感じで自分から言って、そうそう、なんかその前から話として、うん、なんかご飯の話とかするわけ。なんかどこら辺のエリアでご飯食べたりするんですかとか、何が好きなんですかとか聞いたら、あ、めっちゃいいお店ありますよとか、うわ一緒にご飯行きませんとか、言いやすいルートを作る。あ、なるほどね、うん、で一緒に写真撮って、うん、その後でこれ送るんでLINE 交換しませんか、古いナンパのやり方みたいなそういうことだよね、うん、でなんかご飯行きましょうよっていうことは、うん、イコールもう仲良くなりたいですよ、あなたに興味がありますよってことじゃん。確かにね、だから2つこう意味を伝えられるというかね。あ、もうすでに告白してるみたいな、うん、そうそうそう、ね、じゃあ続いてです。はい、赤服好きですか可愛い質問。はい、赤服の社長かなんかせーので言う、せーの、好きです。続いての質問です、うん、陸上女子のことどう思いますかこれは私たちに聞きたい、陸上女子、はい、せーので言う、せーので言う、せーの、好きです。いいです合わなかった陸上いろいろあるもんね。陸上いろいろある、でも本当にすごいと思う、体力的なものも、うん、あと努力も、うん、集中力も忍耐力も、うん、全てこうあるじゃない。そうね、うん、うんまあ、いろんなことに当てはまるけど今言ったのはね確かに。じゃあ続いての質問、はい、なぜ芸人になりたかったんですか。うん、お、はい、なるほど、うん、なぜ、はい、私は、うん、そうお笑いが子供の頃から好きで、うん、バラエティ番組とか見てて、うん、でも自分がやろうっていうのは全然思ってなくて、うん、見るだけだったんだけど、うん、大学の時に4年通って一人も友達ができなくて、ちょっとこのままの自分でいたらやだな、やばいなと思って、なんかこう自分をこう明るく変えたい、爆発させたい、爆発させたいっていうエネルギーが、こう一回お笑いやってみようっていう気持ちになりました。だでもその勇気がすごいと思うけどね。ああ、飛び込むね、飛び込む、確かにあの頃じゃなかったらできなかったかも。ああ、私はもう、中学生からもう絶対芸人になりたいって思ったんだけど、うん、まあ、小学生の時からなんか人が笑ってくれるってことに異常な快感を覚えて、うん、ああ、じゃあ笑わせてたんだ。
なんか結構そのベタに先生のモノマネとか、なんか前の日テレビで見たやつのマネとかしてたら、その笑ってくれてたのよ。それにもう異常に怖い。人を笑わせるってなんて気持ちがいいじゃん。やばいじゃん。ってなってて、だからこう褒め言葉でさ、例えば可愛いとか、そういう言ってもらうことの中で、一番面白いが嬉しかったの。あ、そうなんだ。でテレビ見てて、なんか芸人さんこういろいろやってるの見てて、なんて楽しそうな世界があるんだろうって、こういうことが仕事にできたら、最高に楽しいんだろうなって思って、なりましたね。だから今ありがたいよ。先生がアルバムにさ、はい、書いてくれたのがきっかけだったとか言ってたよね。中学校の時に卒業アルバムに裏の白い部分あるじゃん、みんなからメッセージもらう分、ね、先生に別に芸人になりたいって言ってなかったのに、中3の時の担任の先生が、将来テレビで見てそうって書いてくれてて、でそれ見て、あ、やっていいんだって思ったの。あ、芸人になっていいのかもって、こうやって思ってくれる人がいるんだったら、いいかもってなって、結構背中押された。ちなみにその当時モノマネしてたモノマネって覚えてる？モノマネしてたモノマネ。いやでも先生のモノマネとかだからね。先生のでもいいよ。見たことない。嫌なふりするわ。じゃあ見たいじゃん、その嫌なふり。どういうどんぐらい似せてたのかと。自分で言ったことにすごい笑う先生とか、世界史の先生、とか。いや、それもうクラスは爆笑よ。あんた知らないじゃん。コンビ名の由来は、じゃあはるかさんから。由来は、はい、恋人できましたとか。できましたは、